皆さん、こんにちは。人生には予期せぬ出来事がつきものです。喜びと悲しみ、出会いと別れ、これらは私たちの日常に深く根ざしています。特に愛する人を突然失うことは、言葉では言い表せないほどの深い悲しみをもたらします。今回はそのような突然の悲劇に直面し、それでもなお強く生き抜いている女性芸能人たちの物語をお届けします。彼女たちは夫を自殺や不慮の事故で失い、深い悲しみと向き合いながらも、その経験を乗り越え、新たな人生の一歩を踏み出しています。柏木由紀子さんの夫である坂本九さんが亡くなった原因は、誰もが知っている日航123便墜落事故です。1985年8月12日夜、自宅で入浴していた当時38歳だった柏木由紀子さんに、長女が大声でこう叫びました。ママ、レーダーから消えたって。日本航空の飛行機が行方不明だって。乗客乗員520名が死亡し、4名が重傷を負った日本航空機墜落事故。柏木さんの夫で歌手の坂本九さんも乗客の一人でした。あの日から柏木さんの人生は大きく変わりました。やはり突然の出来事でしたので、健康にすごく気をつけている人で、亡くなるなんて全く想像していなかった。うちは夫を中心にみんなが寄りかかっていたので、事故の後は本当に大変でした。柏木さんがドラマの撮影所で出会った坂本さんと結婚したのは23歳の頃です。やがて生まれた2人の娘を坂本さんは溺愛し、当時としては珍しいイクメンとして熱心に子育てに励んだそう。幸せにあふれた結婚生活の14年目、残酷な秘宝に残された家族は打ちひしがれました。絶望だけがあって、努力で乗り越えられる次元ではありませんでした。それでも主人と親しかった黒柳徹子さんやスタッフ、姉の家族などたくさんの人に支えられて、無我夢中で頑張ってこれた。毎日必死でしたが、本当に落ち着いたのは7回忌が終わったくらいの時期でした、と語っていました。事故当初、時が解決するよと人から言われた時は、この悲しみがあなたにわかるわけがないと悔しかったそうです。ですが、35年という時の流れの中で、夫のいない生活に少しずつ慣れることができました。事故直後から柏木さんは気丈にも取材や会見に応じたが、家族にとって大黒柱を失った衝撃は計り知れなかったそう。パパのパの字も話さない、テレビのニュースを誰も見ない、何年もと残された家族の苦悩と葛藤、これを救ったのも夫坂本九さんの名曲だったそうです。坂本さんが事故に遭う数時間前にラジオの公開収録に参加し、心の瞳という曲をメディアで初めて歌っていました。坂本さんは、いい曲ができた、由紀子が聴いたら泣いちゃうよ、僕たちの歌みたいなんだと話していたのを覚えていると語っていました。事故の3週間後、ラジオでこの歌が流れ、ある音楽教師が翌年の卒業式の合唱曲に使ったところ、瞬く間に全国に広まりました。メディアで一度しか歌われなかった曲がブームを巻き起こしたのです。そして柏木さんの元には全国の小中学校から励ましの手紙が届くようになりました。事故は今も生々しく、思い出すと辛いが、父のそして夫の曲が家族に生きる勇気を与えてくれたと長女は語っています。また柏木さんは現在も再婚をされておらず、その理由はやはり坂本九さんだそうです。2004年に坂本九さんと過ごした家を建て替えたのですが、建て替える決心をするのに10年かかったのだとか。それだけ坂本九さんとの思い出を大事にしたかったのでしょう。建て替えた今でも坂本九さんとの思い出がなくなったわけではありません。坂本九さんの写真やレコードが飾られています。そして婚約記念に購入したベンツも保管されています。柏木由紀子さんの収入源といえば、自身の収入と坂本九さんの印税と思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。しかし坂本九さんの印税に関しては、柏木由紀子さん自身がほとんどないと公言していました。なので柏木由紀子さんの稼ぎだけが現在の収入ということになります。萩原真由美、俳優として人気を博した萩原流さんの妻である
萩原真由美さんですが、2015年4月に交通事故にて夫を亡くしています。萩原さんは事故後1ヶ月経った頃会見を開き、捜査の進展が私に伝わってきていないと警察側への不信感をあらわにしました。会見冒頭、現在の心境や願いをお話したいと前置きした真由美さんですが、今の状況では萩原に何も報告することがない、死亡してから1ヶ月経って捜査の進展が私に伝わってきていない、私に対しての情報が非常に少ないのと、それは正確なことなのかという疑問や不安に思う点が多々あると唇をかみました。真由美さんによると、流れさんは東京小梅街道を荻窪方面から中野方面に走行中、片側3車線の一番左側を走っていた護送車が車線を変更したところ、中央車線を走っていた萩原さんのバイクが転倒し護送車の前輪付近に接触、その後萩原さんは追い越し車線に投げ出され乗用車に轢かれたといいます。事故から2日後の4月24日には萩原さんの司法解剖が行われました。同席した堀内成久弁護士は萩原さんの死体検案書を公開し、資料を指差しながら、直接死因は不詳となっている、彼は何で死んだかわからないという書き方、これはおかしいと異議を唱え、真由美さんも警察から今月19日の時点で司法解剖の結果は半年かかると言われた。前に聞いていたのは今週中には死亡原因を不詳ではなく結果として書類を出せると聞いていたが、これはどういうことなんだろうと首をかしげました。5月14日には真由美さん立ち会いのもと、事故現場の青梅街道上り線を約5時間封鎖しての実況見分が行われましたが、真由美さんは現場に6時間立っていたが稼働したのは最後の1時間だけだった、あれは何のためだったのかと不信感は募るばかり。2点3点する警察の説明に、これは何なんだ、話が違うと声を荒らげると、堀内弁護士も公正な捜査をしてもらいたい、本当のことをはっきりと教えてほしいと強く訴えました。しかしその会見から現在に至るまで続報はなく、萩原さんが納得のいく結論が出たのか、はたまた不詳のままなのかは公表されていません。鹿沼恵里さんは東京都出身で、1952年12月1日生まれの現在72歳です。高校時代にスカウトされたことをきっかけに芸能界デビュー、デビュー作はなんと太陽に吠えろと大型コンテンツでした。またレンジャーものの先駆け作品ともいえる秘密戦隊ゴレンジャーの映画にも出演していました。日活ロマンポルノ、時には娼婦のようにで主役級に抜擢されて以降、1970年代後半からは日活を代表するポルノ女優の一人として活躍していました。そんな中、1982年に5歳年下の古尾山里さんと結婚しました。その後、結婚を機に芸能界を引退、子供は一男一女を設けています。これから華々しい結婚生活が始まるかと思われましたが、待っていたのは思いもよらない壮絶な日々でした。鹿沼恵里さんは2013年5月バラエティ番組爆報ザ・フライデーに出演し、夫古尾山里さんが自ら命を絶つまでの壮絶な日々について明かしました。壮絶な結婚生活が始まったのは、古尾山里さんが1億5000万円で購入した自宅マンションのローンが毎月100万円あったのにもかかわらず、役にこだわりすぎるあまり仕事を選びすぎたことでオファーが徐々になくなり、ローン返済が滞り出したことから始まりました。それから住民税の支払いも滞納するようになり、また芸能事務所の経営にも失敗したことで借金は総額3億円にまで膨れ上がる事態に。そのストレスから古尾山里さんはアルコールに走ると、その矛先は家族に向けられ、家族に暴力を振るうようになってしまったそうです。特に妻である鹿沼恵里さんへの暴力は凄まじく、全身を殴られるほか、顔はやめてという懇願を無視して何度も何度も顔を殴られ、全治5ヶ月と診断されたことや肋骨を骨折したことまであったそうです。そしてやがて古尾山里さんは家族に暴力を振るってしまうことに。
自責の念を感じるようになったことで突然鬱状態に入り、万が一死んだとするよね、僕が死んだら僕の偉大さがわかるよなどと死を連想させるようなことを言うようになりました。それからほどなくして古尾谷正人さんは首を吊り自ら命を絶ちました。古尾谷正人さんが自ら命を絶ったことで古尾谷正人さんに残っていた借金は鹿沼恵里さんが引き継ぐことになり、鹿沼恵里さんは借金返済のためにスナックでアルバイトしたり、45歳にはホームヘルパーの資格も取り介護ヘルパーとして働いていました。さらに古尾谷正人さんの死後1年後、鹿沼恵里さんの母親がかねてから苦しんでいた骨粗鬆症の痛みから逃れるために農薬を飲んで自殺未遂し、その1年後に他界してしまいました。また父親までも母親の後を追って自殺。ついに鹿沼恵里さんも度重なる絶望感から古尾谷正人さんが自殺した寝室で自殺を試みましたが、娘さんに引き止められてなんとか思いとどまったようです。夫の自殺だけでも精神的に病んでしまいそうですが、実の両親も自殺してしまうのはとても想像できない、ないほど苦しすぎますよね。2015年に鹿沼恵里さんはネット上で近況を報告。ホームヘルパーの資格を生かして週5回朝7時から夕方6時まで2つの老人介護施設で契約社員として働いていることを明かしました。その頑張りのおかげで自宅マンションのローンは完済したそうですが、古尾谷正人さんが芸能事務所を経営していた時期の借金はまだ残っているそうです。宮古晴美さんですが、プライベートでは1979年に作曲家歌手の浅月博夫さんと結婚しています。ただこの結婚は長く続かず、わずか3年で離婚しています。同棲生活は長かったそうですし、結婚してから宮古晴美さんは流産もしていたということです。その後プロデューサーの中村一光さんと交際をスタート。お二人は同棲もしていますが、中村和義さんは結婚していたため不倫関係だったということ。その関係が20年以上も続いたということはすごいですよね。しかし2008年4月4日に中村一光さんが突然の自殺。中村一光さんは東京赤坂の自宅マンションで健康器具にロープをかけて首を吊って亡くなっているのを訪ねてきた事務所のスタッフが発見。当初は遺書がなかったことから心不全で急死と報道されました。中村一光さんはかつて宮古晴美さんの大阪しぐれ、なにわ恋しぐれ、夫婦坂などのヒット曲を手掛けられたほか、宮古晴美さんが1987年に音楽プロデューサーとして復帰し、新人演歌歌手大和さくらさんを発掘デビューさせた時も協力サポート。また1989年からは宮古晴美さんの個人事務所プロデュースハウス宮古の代表取締役社長に就任し、宮古晴美さんの CD はもちろんコンサートの企画や構成を手掛けるなど音楽活動の一切を仕切られており、この年も宮古晴美さんのデビュー45周年を記念した座長公演好きになった人が東京新宿コマ劇場で中村一光さんの構成演出で行われ、3月20日の千秋楽まで見守られていたのですが、これが中村和義さんの最後の仕事となってしまったのでした。これには宮古晴美さんのショックは大きく、スタッフでさえも声をかけられない状態だったそうですが、4月11日にはマスコミ各社にファックスを送ると、中村さんは4月4日未明自ら命を絶ちましたと、まず初めに自殺だったことを打ち明けられ、私は未だにこの事実が信じられません。なぜこのようなことを彼がしたのか、その原因について考え続けていますが、思い当たることがなく事故だったのではないかと思わざるを得ないほどです。ただここ数年中村の酒量は増え、毎晩飲んではやけになっていました。何度も何度も約束したのにどうしても止めることができませんでしたと続けると、葬儀はご親族の方の希望でご親族のみで済まされました。私もまた遠くから彼とお別れさせていただきましたと、最後のお別れをすることができなかったことも明かし、なぜ彼を思いとどまらせることができなかったのか、私はこれを悔やんでも悔やんでも悔やみきれません。彼の思い出とともにこの責めを引き受けていこうと思いますと
辛さと苦悩をにじませられたのでした。そして気になる中村一行さんの自殺の原因ですが、公演などを含めた借金がかなりあったほか、宮古晴美さんのマネージャーだった美濃正志さんが3月18日に肺がんで亡くなって憔悴しきっていたそうで、さまざまなことが重なっていたのかもしれません。突然の自殺というものは宮古晴美さんからしても相当ショックだったと思われます。そういうさまざまなことが重なり芸能活動休止ということなのかもしれませんね。藤あや子さんは1981年19歳の時に地元の秋田県で2歳年上の男性と最初の結婚をしています。地元では暴走族をしていてシンナーで問題を起こしたこともあったのだそうです。この男性との間に藤あや子さんは娘を一人設けました。藤あや子さんの子供はこの娘だけのようです。結婚相手の男性は一般人とのことで画像はないようです。藤あや子さんはこの男性と結婚の翌年に離婚しており、19歳の時の結婚ということですから、お互いに若さの勢いで結婚し、後から価値観の衝突があったのかもしれませんね。さらに翌年、藤あや子さんの元旦那であるこの男性は自殺をされたそうです。藤あや子さんが再婚したことを知り、ショックと心労から1986年に自宅のカモイにスカーフをかけて首を吊って亡くなったと当時の週刊誌が報じていました。男性は藤あや子さんに子供と自由に会えなくなるから再婚をやめてくれと頼み込んでいたといいます。この男性は藤あや子さんとの離婚後に子供に会えない寂しさからシンナーに溺れてしまったのですね。しかしその裏には恋人の死という悲しい出来事があったそうです。実は藤あや子さんは所属していたレコード会社のソニーミュージックエンタテインメントの大阪支社の演歌宣伝担当をしていた愛さんと一緒に全国を回っている最中に親密な関係になっていったそうです。当時愛さんには家庭があり、いわゆる不倫の関係でした。さらに自社のタレントに手を出したということで、愛さんはソニーから厳重注意されたといいます。そこで愛さんは妻と別れて藤あや子さんと結婚して独立しようと決意し、ソニーを退社したのだそうです。しかしその後愛さんはなんと藤あや子さんの自宅マンションで首を吊って自殺をしてしまったのです。愛さんの自殺の第一発見者は当時10歳だった娘さんだったといいますから、どれほどショックだったか想像を絶します。こうして不倫相手の愛さんが自殺したことにより藤あや子さんの最初の旦那の自殺も掘り起こされ、魔性の女と呼ばれるようになりました。広川光さんはモノマネタレントとして活動されていましたが、結婚されてからはメディア出演をされていませんでした。広川光さんの旦那は上島竜兵さんでした。上島竜兵さんはプライベートでは奥様の広川光さんにべったり甘えて、ド M な上島竜兵さんは自分のことを蹴ってくれと頼むこともあったのだとか、プライベートでもお二人は仲良く幸せに暮らしていたかと思われましたが、2022年5月11日上島竜兵さんは突如帰らぬ人となってしまいました。奥様である広川光さんを含め多くの人が悲しんだニュースだったと思われますが、広川光さんは2023年8月10日著書リュウちゃんのバカ野郎を出版することが話題となっていました。葬儀終了後にマスコミへ発表した私のコメントの中のリュウちゃんのことを忘れないでくださいという文面は、作家の永六輔さんの言葉に感銘を受けたリュウちゃんが生前よく口にしていたことに由来します。人間は二度死にます。まず死んだ時、それから忘れられた時。人は忘れられた時が本当の死だとリュウちゃんは常々言っていました。広川光さんは上島竜兵さんが世間から忘れられないようにするため、夫の異変に気づいていながら何かすることはできなかったのかという悲しみや悔しさに苛まれ、今なお葛藤のある中で執筆したといいます。発売中の週刊誌で当時の思いを告白していましたが、やはり上島竜兵さんの死には師匠である志村けんさんの旧姓が大きく関わっていたようです。上島竜兵さんはもともと繊細で
普段は物静かなタイプだったそうですが、志村けんさんの死後、お酒を飲むと志村けんさんのことを思い出して泣いてしまうこともあったといいます。この頃から心ここにあらずといった様子を見せることが増えてきたという上島竜兵さん。広川ひかるさんが病院に行くように勧めても、上島竜兵さんはがんとして聞かなかったそうですが、広川ひかるさんは2022年5月8日に放送されたドリフに大挑戦スペシャルを見て明らかな異変を感じたといいます。調子が悪い中でも出演した映像に違和感を覚えることはなかったんですが、正気のない表情にまずいことになったと確信しました。そして帰省中の広川ひかるさんが急遽実家から戻ったのが9日。いつも通り睡眠導入剤を飲んで、上島竜兵さんは眠りにつきましたが、翌10日も元気がなかったといいます。そして11日の早朝、上島竜兵さんは帰らぬ人となりました。その1週間ほど前に同世代の俳優が縊死したとの報道も気にしていたという上島竜兵さん。病院に行かずとも医者に自宅に来てもらう方法などがなかったかと広川ひかるさんは後悔したといいます。2023年8月4日には広川ひかる、上島ひかるオフィシャルブログを開設。上島竜兵さんが亡くなった後になんとステージ1の乳がんが見つかり、2022年9月に手術し、10月から放射線治療を行ったそうです。治療は終わった今もホルモン剤を服用しており、ホルモン剤は何年も続けなければいけないようなんですけど、今は落ち着いていて回復に向かっているところです。今も2ヶ月に1度通院していますと明かしていました。関係者は当時の憔悴しきった奥さんの姿に周囲はとても心配していました。同時に30年近くダチョウ倶楽部を支え続けた名物マネジャーも一時期 Facebook の更新が止まってしまい、関係者は大いに心配したのですが、ダチョウ倶楽部の再始動とともにまた活動を再開し、周囲はほっとしていますと話しました。現在広川ひかるさんは芸能界に復帰し、情報番組やモノマネ番組で精力的に活動されています。原日出子、2度の結婚の末最良の夫である渡辺裕之さんと出会うことで芸能界のおしどり夫婦と呼ばれていました。40代で更年期障害に見舞われながらも、家族の助けと自身の努力で克服し、体調も万全で仕事にプライベートに精を出していた原日出子さんでしたが、2022年5月3日、夫の渡辺裕之さんは自殺で亡くなってしまいました。2022年5月3日、夫の渡辺裕之さんは自殺により、帰らぬ人となってしまいました。その原因は一体何だったのでしょうか。渡辺裕之さんは2022年5月3日に家族により発見されてから、2日後の5日に死亡が発表されました。警察が動いている様子はなく、当初から事故や事件の可能性は低いと見られていたようです。この2日間に司法解剖などを経て自殺と判断されたものとみられます。当初は神奈川県の自宅地下にあるトレーニング室で発見されてたという速報だったことから、事故死や病死、突然死などが SNS で憶測として飛び交いました。 SNS ではショックを隠しきれないファンからの投稿が多くなされています。渡辺裕之さんの事務所の発表によりますと、妻である原日出子さんは呆然自失としており、現在皆様に何かお答えできる状況にございませんということでした。また渡辺裕之さんの体の異変に気づいた関係者もいたようです。2022年3月の逗子市内のジャズライブ会場のスタッフが渡辺さんの異変を明かしています。その会場で渡辺さんは5年前から年1回ライブを開催。今回はコロナ禍で3年ぶりの出演だったこともあり、スタッフは演奏前、自信がないんだと体が震えていました。そんな姿は初めてで驚きましたと話しました。ここ1ヶ月ほどは不安を周囲に打ち明けていたと話す人もいたといいます。コロナ禍で神経質になり、同時に世の中を悲観しがちに、そのうち半ばノイローゼのような状態に陥っていたようです。撮影現場で自分が持ってきたものがなくなったなどと妙なことを言い出したこともあったとか、周囲のスタッフらの目には一種の気候にも映ったようです。渡辺裕之さんと知り合いというある映画プロデューサーは、
渡辺さんが亡くなる1ヶ月前の深夜に電話を受けていたといいます。深刻そうな声だったので、何か困りごとでもあるの？僕が力になれることがあったら言ってよ。お金？まさか女性問題や薬じゃないよね？と冗談半分に尋ねると、彼も弱々しくですが、いや、どれも違うよと笑っていました。だけど僕の責任なんだよな、とこぼしたんです。トラブルを抱えている様子でした。彼は2005年に1億円の詐欺被害に遭っていたので嫌な予感がして、何の責任？とすぐに聞きましたが、答えてはくれませんでした。もう少し粘って尋ねておけば助けられたんじゃないかと後悔しています。その前の3月にはホームパーティーでの締めのスピーチでは、みんなで集まれるのが本当に嬉しくてと急に泣き出してしまう場面もあったといいます。親しい知り合いにも明かせない悩みがあったのでしょうか。謎に包まれている渡辺さんの自殺ですが、遺書なども残されていないといいます。ただ渡辺さんが死の直前にインスタグラムに綴った妻原秀子さんに向けたメッセージを発見することができました。ワンプレートに彩り栄養のバランスよく、スパイスの香り豊か、ただただ美味しく、ただただありがたい、これが原秀子さんに向けられた最後のメッセージとなりました。原秀子さんの無念は計り知れないかと思われますが、原秀子さんはその後も舞台やドラマ出演など女優業を休むことなく続けられています。渡辺裕之さんのご冥福を心より申し上げます。大森裕子、大森裕子さんの旦那の久保寺明さんは大森裕子さんと同じ劇団アンドエンドレスに所属されていました。2011年1月にこのアンドエンドレスの公式ブログを通じて、久保寺明さんが大森裕子さんと結婚していたことを発表されました。このブログによれば4年間言わなかったということなので、大森裕子さんと旦那の久保寺明さんが結婚されたのは2007年頃だと推測されます。2人の出会いや結婚までの経緯などは明かされていませんが、2人は同じ劇団で長く活動されていたので、その活動の中で交際に発展し結婚に至ったと思われます。大森裕子さんは旦那さんの久保寺明さんが突然に死去されたことについてツイッターで文章を公開されています。その中に彼の恋人になって20年、夫婦になって15年と書かれているため、交際をスタートさせたのは2000年頃、結婚をされたのは2005年頃ではないかと思われます。死去した久保寺さんについて NHK ニュースウェブは次のように報じていました。数多くのテレビドラマや舞台に出演していた俳優の久保寺明さんが亡くなっていたことが分かりました。43歳でした。関係者によりますと自殺とみられるということです。関係者によりますと、13日の昼過ぎ、東京中野区の自宅でぐったりした状態で見つかり、病院に運ばれましたが死亡が確認されたということです。久保寺さんは自殺により死亡したようです。ただ本人の SNS を見る限り、生前に悩みやトラブルを抱えていた様子は一切ありませんでした。最後のツイートでは、2021年最高のスタートが切れると将来に希望を膨らまれていました。このツイートから約1週間後に死亡したわけですが、一体久保寺さんの身に何があったのでしょうか。そこで久保寺さんの死亡について調べたところ、遺書は見つかったという報道は確認されませんでした。そのため彼がどんな悩みを抱えていたのか分かっていません。また具体的な死因についても明らかにされていないため、現在の時点では自殺により死亡したという情報しか報じられていないのです。ただ2020年は世界的に新型コロナウイルスが流行したことで多くの人間が仕事をなくしました。こうした情勢から一部ではコロナによる仕事減が原因ではという指摘も散見されます。三輪明宏、実は三輪明宏さんには恋人といえる男性がいたのでした。その男性とは若くして銀幕を代表するスターとなったトニーこと赤木慶一郎さんでした。二人が恋愛関係にあったことを三輪明宏さんは明かしています。共に芸能界で活躍していた赤木慶一郎さんと三輪明宏さん、意外にも文学の話題がきっかけで交流が始まったそうです。三輪明宏さんが音楽と文学を愛するのは有名ですよね。
どうやら赤木慶一郎さんも負けず劣らずの文学青年だったようです。お二人の馴れ初めなどについては語られておらず、明確な情報などはありませんでしたが、両者ともに芸能界の方ということなので、作品の共演や芸能関係者からの紹介で知り合ったのではないかと考えられます。三輪明宏さんと赤木慶一郎さんは恋人関係であり、愛し合っていたそうなのですが、お二人の関係に突如悲劇が舞い込みます。それは1961年2月21日のこと。この時、赤木慶一郎さんは石原裕次郎さんが怪我をしたことで、出演予定だった映画激流に生きる男に出演できなくなり、代役として選ばれていました。その映画を撮影しているのつかの間の休憩時間に、セールスの方が持ってきたゴーカートを日活撮影所内で運転し遊んでいた赤木慶一郎さん。しかしこの時ブレーキとアクセルを踏み間違えてしまい、時速60キロ以上というかなり速いスピードで大道具倉庫のてっぴに激突してしまったのです。すぐに都内の病院に緊急搬送され、懸命な治療を受け、一度は意識が戻ったものの回復することなく、2月21日の午前7時50分に前頭骨亀裂骨折に伴う硬膜下出血のため帰らぬ人となりました。このことに対して三輪明宏さんは語っておらず、死から7年後に本気で愛し合っていた関係だったと告白されています。また三輪明宏さんは赤木慶一郎さんの葬儀に出席してないそうなのですが、これには関係を隠しており、公になることを恐れて本当は参列したかったと話されています。突然すぎる死に三輪明宏さんは代表曲である愛の賛歌を歌えなくなるほどの心の痛みだったと語っていました。当時25歳の三輪明宏さんと21歳の赤木慶一郎さん、三輪明宏さんが本気で愛した人と語っていたことや、年齢的な部分からお互いに初めてを捧げた関係だったのかもしれません。また本気で愛し合っていたというだけあって、赤木慶一郎さんの妹赤塚ゆりさんを自身の付き人にし、今でも家族のように可愛がっているようです。西尾真理さんは過去に高橋義明さんと交際されていると言われていました。高橋義明さんは子役出身の俳優アイドル歌手です。東京都目黒区生まれ、神奈川県横浜市育ちの高橋義明さんは小学校の時に児童劇団東京宝永に入り子役デビューします。中学校の時にうちの子に限って2で人気となり、1987年にはお呼びでないやつでドラマ初主演を果たしました。若い女性を中心に人気となり、天使の反乱でレコードデビューを果たしています。オリコンランキング9位を果たし大ヒット。高橋義明さんは俳優としても歌手としても人気となっていましたが、1989年1月5日の夜、オートバイを運転中に大事故を起こします。横浜市青葉区から川崎市麻生区に向かって走行中、車道を横断していた女子中学生を跳ねて、その拍子にバランスを崩して路上に駐車してある車に激突し、頭を強打する重傷を負いました。すぐに稲城市内の脳神経外科病院に救急搬送をされましたが、重傷頭部外傷で全治3ヶ月、しかし命に別状はないと診断されました。事故当時は意識がなかったものの、1月9日には意識が回復し会話ができるまでになりました。その後も入院生活を続けていましたが、1月22日に容体が急変し、1月23日の未明に亡くなっています。聖マリアン内科大学病院で司法解剖が行われ、高橋さんは頭部打撲による小脳くも膜下出血および中脳出血で死亡と公表されました。16歳の人気俳優歌手の突然の死は大きなニュースとして報じられました。ただ高橋義明さんは原付バイクの免許しか持っておらず、中型バイクの免許は持っていなかったため無免許運転であることが判明しています。また一時は意識が戻って回復傾向にあったのに、事故から約2週間後に突然容体が急変して亡くなったため、遺族は医療ミスを疑って病院側と意見が対立することもありました。病院側が高橋家を名誉毀損で訴えたのですが、結果は病院側の敗訴に終わっています。うちの子に限って2の中で
西尾真理さんは諏訪泉役、高橋義明さんは羽田光役で共演していました。小学5年生の役です。そしてそのスペシャルドラマであるうちの子に限ってスペシャル2の中で2人にはキスシーンがあったんです。実年齢は西尾真理さんも高橋義明さんも中学生でしたが、2人ともドラマの中では小学生の役で、つまり小学生同士のキスシーンをテレビの地上波で放送したことになります。この小学生同士のキスシーンは当時でも衝撃的なシーンとして話題になりました。現在だったら小学生同士のキスシーンなんて絶対に考えられません。 BPO 案件になりますし、炎上どころでは済まないと思います。本人の実年齢は中学生でも、現在の価値観から考えるとキスシーンは NG ですよね。この放送より2人が交際しているという噂が立ったのですが、実際に2人は交際していたとみて間違いないと関係者は語っています。2人のスタジオでの様子はカップルそのものだったそう。しかし週刊誌などに写真を撮られることもなかったため、2人の関係は結局噂止まりとなっています。西尾真理さんは高橋義明さんの葬儀の際には号泣していました。葬儀にはメディアも集まっていましたが、あまりの西尾真理さんの憔悴ぶりに、高橋義明さんとの関係の事実確認を行う野暮な記者はいなかったようです。安倍昭恵、第98代内閣総理大臣である安倍晋三さん、凶弾において亡くなられ、多くの国民が悲しみに包まれました。そんな安倍晋三元首相の奥さんである昭恵夫人、安倍首相が一周忌を迎えた現在、昭恵夫人は壮大なある計画の実現に向けて邁進しているといいます。安倍さんが亡くなった直後から昭恵さんは、しんちゃんが生きた証を残したい、彼が政治の世界で残した功績をみんなの目に触れる形でまとめたいと、周囲に晋三記念館建設の夢を語っていました。下関、長門、東京、奈良など複数の候補地が上がっているようですが、昭恵さんがいっそ3カ所に建てたいと真顔で発言し、周囲を唖然とさせたこともあったようです。実現すれば昭恵さんは名誉館長に就任するのではないかと言われています、と安倍家の知人が語っています。記念館を3カ所に建てるとは前代未聞ですが、当然ながら建設には莫大な費用がかかります。地元支援者はこう口を濁しています。昭恵さんが安倍さんから相続した遺産は少なく見積もっても3億円はあるのではと試算されています。また安倍さんの政治団体にも約2億5000万円のお金が残っていると報じられました。記念館を1つ建てるくらいなら可能かもしれませんが、3つとなるとさすがに安倍家の土地や墓があり、今も支援者たちが墓守りを続ける山口県長門市も建設候補地の1つですが、安倍氏が長く事務所を構えてきた下関氏が最初の候補になりそうだといいます。30年以上も事務所を構えた下関と安倍さんの関係は深いと言われており、記念館建設となれば下関氏が運営管理に加わるのではという噂もあるようです。記念館は各国の要人からのプレゼントや安倍政権ゆかりの品が中心になると言われています。だが問題は建設費用や展示品だけではなく多額のランニングコストだといいます。昭恵さんは入館料を取って運営したいと計画しているようですが、大勢のリピーターがいるとは考えにくく、下関氏が運営に関わるという話もトーンダウンしているようです。生前から不祥不随とはいかなかった安倍家の夫婦関係、昭恵夫人の晋三記念館構想を戦下の安倍氏はどんな思いで見守っているのでしょうか。宮本信子さんの旦那は映画監督の伊丹十三さんでした。伊丹十三監督が亡くなったのは1997年、衝撃的な亡くなり方でした。それは飛び降り自殺です。伊丹十三氏はこの頃映画監督としてノリに乗っていた時期で、世の中が伊丹十三監督作品を待ちに待っている、それほど期待されている存在でした。そんな中での自殺報道に世間は大変驚き揺れました。なぜなら伊丹十三という人間はテレビで見る限りではどんなものにも屈しない強い意志と覚悟を持って映画作りに邁進する強気な人間、そんなイメージの人だったからです。その人が
志半ばで自殺をするのだろうかと疑問に思った方が大勢いたのです。案の定殺されたのではないかなんて噂され始めるのに時間はかかりませんでした。伊丹十三氏の死については様々な説があります。一応飛び降り自殺となっていますが、この自殺にはいろいろと不審な点があるそうです。伊丹十三という監督の撮る映画は人の心や社会の闇の部分に焦点を当てつつも、そこにユーモアと優しさを忘れない彼の才能を感じる映画ばかりです。そして忘れてはいけないポイントとして、彼の映画は何かとブラックな闇の世界にメスを入れる題材のものばかりだということ。そのため実際に1992年映画「民謀の女」公開直後に暴力団から顔を切られる傷害事件にも巻き込まれています。しかし彼はひるむ様子もなく映画作りは続けていくと、顔に絆創膏姿でインタビューに応じていました。普通誰でも怖くて尻込みし、映画作りも断念するかもしれません。しかし彼は全くひるみませんでした。伊丹十三氏の父親の万作氏も気骨な人だったそうですが、伊丹十三という人間も気骨そのもの、自分の信念に基づいて生きていく、そんな印象を受けるインタビューでした。でもその監督がある日突然の飛び降り自殺、亡くなる前に伊丹十三氏は女性関係をフライデーされており、それを苦にしての自殺、そして病気を苦にしての自殺ということになっていたようです。そんなこと言われても世間の人は信じられませんでした。強い男、信念の男のイメージがあった伊丹十三という男が、たかだか女性関係をフライデーされたから、病気がつらかったから自殺するものかと。事実不倫に関しては伊丹十三氏本人がインタビューで、妻に聞いてみればいいよ、いつものことだからと笑って答えています。しかし伊丹十三さんの死は、妻宛てのワープロの遺書が出てきた、争った形跡がない、このあたりの理由から自殺として処理されました。しかし世間では依然として伊丹十三監督他殺説が根強く、伊丹氏が殺された原因としては巨大宗教団体と暴力団の関係に迫ったからだ。死亡する直前まで伊丹監督が医療廃棄物の不法投棄問題を取材していたからだとも噂されましたし、他にも他殺説の理由として伊丹十三氏の昔からの知り合いたちが、あいつは自殺なんてしないと証言、美意識の高く書く文字にこだわりを持っていた伊丹氏が、遺書をワープロで打つはずがない、遺書の文章が拙ない、亡くなる直前にどの強いお酒を好きっぱらに一本を飲み干している、無理やり飲まされているなどと言われたりもしました。ただ最後伊丹十三氏のパソコンには宮本信子さんの写真が呼び出されていたらしく、自殺にせよ他殺にせよ死を前にして奥様の宮本信子さんの写真を見ていたのかもと思うと、なんとも切なくなります。本当は遺書は暗号で、奥様の宮本信子さんだけは真相を知っているなんて言われていたりもするのですが、結局残念ながら真相は藪の中です。中村玉緒、俳優の勝新太郎さんの奥さんとしておなじみの中村玉緒さん、中村さんといえば勝新太郎さんの奥さんですが、実は中村さんと勝さんは大英の同期で、1955年中村さん16歳、勝さん24歳の時に映画「カンカン虫は歌う」で初共演。この時すでに中村さんは勝さんに惹かれていたそうですが、どちらかというとファン心理に近いものだったそうです。すると1960年にもお二人は映画「知らぬ非権業」で再び共演されるのですが、今度は勝さんの方が役に入り込む中村さんの一途な姿に魅了されたようで、ある日のこと中村さんは勝さんにパーティーと称して他の俳優仲間と共に自宅に招待され、パーティーが盛り上がる中、勝さんのマネージャーに外に連れ出されると、勝さんのこと好きですか嫌いですかといきなり聞かれたそうで、急すぎる展開に中村さんは好きか嫌いかで言うと好きですと
答えると、それから1週間後、勝さんが結婚を前提にお付き合いをしたいと、勝さんのマネージャーから結婚の申し込みがあったのだそうです。そして出会いから7年後の1962年、中村さん22歳、勝さん30歳の時、お二人は結婚されると、同年には女の子、2年後の1964年には男の子が誕生し、中村さんは仕事をセーブし、家庭と子育てを優先する幸せな日々を送られたのでした。けれど1997年6月に肝咽頭がんで勝さんは帰らぬ人になりました。中村さんは勝さんの17回忌を偲ぶ会が行われた際に、中村さん曰く、勝さんは自分で望んで医師から告知を受けたと言い、検査後に親子4人で中華料理屋に食事に行った際、背広から紙を出して、肝咽頭がん、あと余命3年、無念だと直接病名を家族に報告したと言います。その時の心境について、中村さんは、私たちは食べるふりをしていたとぽつり。勝さんは中華料理をたくさん食べ、気丈な態度をとったが、それが私たち親子4人の最後の食事でしたと目に涙を浮かべながら振り返りました。続けて中村さんは、それから闘病生活が始まって、私はお仕事と半分ずつの生活を送りましたと、しみじみ、最後まで病気と戦い抜いた夫の姿に、中村さんはその男らしさというか強さというか、今でも良かったなと思いましたと頬を緩ませました。勝さんとの思い出を振り返りながら、中村さんはしきりに、主人の思う通りに子供が育っているか聞いてみたい、妻として気に入ってもらえてたのかなと心配事を口に、それでも勝慎太郎の妻で良かったと胸を張り、これからも見ていてください、親子3人皆さんに助けられながら頑張りますと天国の勝さんに呼びかけていました。今回は夫や彼氏を亡くした女性芸能人についてまとめ紹介させていただきました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。